ばんは。今日は僕の太陽公園でした。ということでね、私まだツイートしてないんですよ。やばやば。そう、久しぶりというか土曜日にあるのも久しぶり、なんか土日あるのも久しぶりだし僕の太陽君自体も久しぶりですもんね。お疲れ様です、ありがとう。キムカありがとう。ひまわりってわかる、いい曲ですよね。褒めますよ。あ、ありがとうございます、褒めてくれ褒めてくれて。髪型もよく似合ってて、ありがとう。それしかないやん、それしかないやん、ありがとう。目が綺麗。笑顔。そう、ハーフツイン今日。ありがとね。ちょっと前からありがとう。めちゃくちゃ楽しかったです、優勝でした、ありがとう、ありがとうございます。アイメイク違う、今日濃いめかな、ちょっとアイメイクは。うわっと、どこと、ちょい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 。ありがとうありがとう。びっくりした、ありがとう。ルシエルさん、みーくん、つりけんさん、ありがとう。しょいしょいありがとう。え、南波の久里さん、ありがとう。え今日なんかあったっけなんかあったっけ。ありがとう。すごいことが起きてすやありがとう。あ、今夜お疲れ様という意味でありがとう、ありがとうございます、嬉しいね。第二の誕生日と思うぐらい。うん、お疲れ様です。えいちゃん、くまありがとう。
大西くん、あすこさん、りょうじいさん、くにひこさん、じんたさん、がっきーさん、くま、ありがとう。じゅんたさん、しのさん、お花ありがとう。待って、めっちゃかいぶー。せいやんさん、ろっグオンさん、リクトさん、トッツアン、ヒラリンハットさん、ジンタさん、ボンチーさん、ナリさん、トットリ太郎さん、ヒラニーさん、ノブさん、サトルンさん、セイヤンさん、サトヤン、ヌマッツさん、トゥエールさん、ナオナオさん、ミヨミヨさん、マイセンさん、頑張った、ありがとう。アリマルちゃん、トットリ太郎さん、ヨシマリュウさん、ナリバーさん、うっかりあんこさん、いわちゃんめっちゃかわいい、ありがとう。え、待って、なんか、え、ぬまっつさんありがとう。ずっ、え、ぬまっつさんありがとう。たぶん何が起きてるんだ。橘隼人さん、くまありがとう。え、なになに僕の太陽公園でしょうか。今日の声めっちゃ良かったっていうことえ、そういうこと。公園が良かったってことえ、いわちゃんありがとう、めっちゃ可愛い、タワーと後ろも。ありがとう、公園良かったですかそんなに。嬉しい、ありがとう、嬉しい。はい、楽しかったよ今日も。めちゃくちゃ可愛かった、本当。嬉しいな、ありがとう。本当。振り返りで無理くりってよかった。ありがとう、よかった。気をつけて帰って。実際見ても可愛かった。ありがとうございます。今日なんかしないけど可愛かった。何？今日私そんなになんか良かったのかしら。みんな一生懸命頑張ってていい公演でしたって。ありがとうございます。そうですよね。別に何かしたわけでもないんですけど、全然。今日がすごい調子良かったのかな。調子良かったのかも。ありがとう。髪型のせいですか。髪型が良かったんですかね。あ、僕たいいと思ったって、良かった良かった、ありがとうございます。ハーフツインだからか。ハーフツインすごいな。すごいな。わ、こんばんは。フォローありがとう。なんか嬉しい。僕隊もそうですね、あともう何回かですね。うちわ、あ、見ましたよ。うちわとかもたくさん、ペンレットとかもありがとうございます。靴の爆買いの話が良かった。爆買いの話良かったですかね。すごいなんか私だけ異次元みたいな空気になったんですけど、 MC も面白かったって。
いつもいい、ありがとう。今日はちょっとね、そうなんか意識を変えてみたんですよね。嬉しいな。ただの爆買いの人。そうなんか今まではなんかちょっと綺麗に踊ってみようとか思ってたんですけど、今日はなんかもうなんかうん、そうなんかリミッターを外してみたというか、こんな感じのにしてみました。僕の太陽公園だし。今日の公園見ました、可愛かったって、ありがとう、嬉しい。うちはありがとう、ハロー。そうです、ちょなんかそう今日はあんまりね、そうやっていろいろ考えないようにした。いつも考えてしまうけど、おメールも来た、よかった。メール来た。ありがとう、元気もらった。そうなんですよ、DMM でありがとう。うん、全然メールはいつでも読んでください。そう、明日サイン会です。今日は最前列で、おーありがとうございます。最前列すごい。あーサイン会嬉しく、他の太陽。お、暑さい。嬉しい。よかった。近くで見たらフリーズしそう。うん、メール登録ありがとう。
目がいっぱいあって幸せだった。あら、最高。靴、いや靴はね、そう今日なんか1日に2個買ってその次の日にもう1足買いましたみたいな、そう今日そういう話をしたんですけど、でも普段全然買わなくて、なんか普段なんかそう我慢してる、なんかいいのがあったら、そうあのそう買っちゃいました。目が何度もあった。おお。うん、ファンの方、あファンの方めっちゃ見ますね、応援では特に。そうザまとめ買いザまとめ買い、理解してもらえないコード、確かに他にはまだあるかな、結構理解してもらえないかもしれんと思ったんですけど、最強だったわ、ありがとう。いい感じに筋肉ついてる、私筋肉ついてる、素敵な声でした。やったー。ゆる公演始まる前なんかジャンプしたよみんなで、ありがとう。今日プロテイン飲んだ、ちゃんと。そうなんです、翌日また靴の爆買い、笑いこらえてた、あ面白かったそうジャンプするやつ、あ DMM で、はいぜひぜひ見てみてくだされ、キュート。珍しい、そうちゃんと今日は2公演あったからプロテイン飲みましたね。鍵穴面白かった、え面白かった、えあイエッサでもうちゃんと鍵穴やったんですよ、ありがとう。そう、ひまわりのお菓子良いですよね。ユニット私ひまわりなんですけども、僕の太陽公園っていう公園の、イエサイエサ3公演あったらどうやろうな、3公演うん、いけるかもお、ありがとう。イエッサー。
さね。待ってね、今少々お待ちくだされ。書いております。うん、確かに「イエッサー」って言われたらどういうポーズを思い浮かべるか確かに難しかった。結構そう、ピンク好きなんです。キッチンカー来てない。キッチンカー、イエッサー、確かにイエッサーってなんだろうって思う。敬礼なんかやっぱり私全然こんな感じだ。全然こんな感じです。全然じゃイエサじゃない。それが次これだったもん。これが次これだった。違いますね、私なんかちょっとイエッサーって言ってみたものの、私はそれでいいよ、私はそれでいい、私はそれでいい、ね、あいいよいいよ全然。ありがとう、何でもかわいい。理解してもらえ理解してもらえないボール。あー確かに、私は言うんですね。イエーイ。頑張ります。頑張ります。光り輝いてた私今日？嬉しい。うそん。メール登録ありがとう。楽しかった。夜公演最前楽しかった。お、よかった。すごい最前の方がおる。ありがとう。じゃあね。この束のお礼を。させていただこうと思います。じゃん、釣り犬さん、釣り犬さんありがとう。
本当に可愛かったよ、ありがとう。4列目の端でも楽しかった最後最後でも楽しかった、ありがとう。最後最後なんていう、なんて読むんかな、最高列。そしてみーくん、じゃん、みーくんありがとう。じゃん、ありがとう。できたありがとう。で、次が沼津さん、じゃん、ありがとう。よかよかの人、沼津さん、ありがとう。に、そしてそしてルシエルさん、じゃん、ルシエルさんありがとう。パグレイズ、うん、ありがとう。で、次が南波の久人さん、じゃん、ありがとう。南波の久人さん、パイエイ。そして岩ちゃん、じゃん、ありがとう、いっぱいありがとう、すごい。ありがとう。ありがとう。キヨノくん最高でしたって。ありがとう。え、やっぱ今日私そんなにそんなに好評していただけて、わ、嬉しい。ありがとう。大好評。こんな感じで、これからもやっていきますね確かに久しぶりだったってのもあるけどね、確かに。僕の太陽、コロスケさん、クマありがとう。サトルンさん、ナオナオさん、立花隼人さん、ナオキさん、エイちゃん、ミンミンさん、ジンタさん、メロンパンさん、ありがとう。え、今日何、私なんか今日は何かあったんかな私昨日めちゃめちゃもうあれなんだけど、今
が一番だった。ありがとう。頑張ります。もう僕の太陽公演はね、もうあと何回かしかないけどね。お、ありがとうございます、見てくれて。花話題のものとか、並べ、あ、ありがとう。対戦久しぶりの僕の太陽公園で、久しぶりのエディオンさんでのあれでしたね。初めて定点で見たけど、おー、初めて。ダンスすごい良かった、かっこよかった。え、ありがとう、嬉しい。嬉しい。何、今日私すごい調子良かったのかな。あー、一度は来たいけどね。うん、そう、寂しいけどね。そう、新公演もね、楽しみですね。そうなんですよ。よいしょ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 。あー、確かに。キビキビ踊る、私キビキビ踊る、キビキビ。ありがとうございます。切れてた今日。今日切れてた、ありがとう。いえいえ、ニコニコ。切れてた。ひまわり本当に好き、ありがとう。ひまわり切れて、切れ。あー、いいえ、こちらこそ、ありがとう。なんか違う意味になりますね。他の声に伝えられそうになりました。それはちょっとあれやん、ちょっと。正直に言うんですね、それも。伝えられそうになったのね。うん、あ、それだよね。ちょっと肩紐がだんだんと落ちてくるのが。大丈夫、サイアンしか。あ、そうなの。珍しい、ありがとう。それ、あれ、そうだから、あ、セーフ。おお、確かに竹内先輩の衣装と髪型合ってた。竹内先輩の衣装ね、自分ね、早着替えだけにさ、そう、未練金、あ、合ってました、よかった。伝えました、私に、ありがとう。いや、みんな可愛いからね、つられますよね、そりゃ。そうと思う。そりゃそうだ、そりゃそうだ。釣られましたか、釣られましたか。嬉しいな。クール
るな、サヤンがやばい。おお。チニスウェア似合う、ありがとう。伝えれました。ちょっとあの今日私今日ちょっと声ちっちゃい配信の大丈夫かな。やる。ナチュラル、ナチュラル。あー、MV 見てくれてありがとうっていうの。初見です、ありがとう。いつも通りか。あ、いつもより声出てる。あ、よかった。聞こえる？私なんか明日しかないやんって。ありがとう。そっか、嬉しいな。なんか公園とか褒めてもらえるのも嬉しいし、聞こえてる、よかった。 MC 楽しかった。今日の昼くんの写真はサイアンが心霊写真みたいに、私が心霊写真みたいになってるの、やばいじゃん。それは。ああ、どうだろう、リラックス。でも今日はなんかそういつもよりかはなんかそうリラックスっていうか、なんかあのあんまりあのいろんなことを深く考えずにやってみたりしてました。私存在してます、してます、してます。でもありがとう、なんか嬉しい本当。ありがとう。今日の目一番です。テロップ。よっ、かわいい。はい。うれしいにゃん。じゃあ、私、ツイート。しよう。ツイートでしたらね、なんかその時のその日の感想とかあの送ってくれる方とかいらっしゃるのでね、あのするようにねしてるんですよ。配信のコメントとかでも言ってくれるの嬉しい。ひょっこりです。そう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 。今日はリンリン、さやかりんがカメラマンしてくれて、だからその時の写真をツイッターにあげようと思います。ふふふふふふ。
ああ感想嬉しいです。感想嬉しい。やったウインクしてくれたって言ってた。お、どうでしょうね、どうでしょうかね。で、どうでしょうさんが来た。どうでしょうさん呼ばれた気がしたって。どんな名前どんな名前でか活動とかされているんですか。びっくりした。どんなタイミングどんなタイミングでちょっとびっくりした。そう言ったけど言ったけど。いるんだね、そういう名前の方。うん、おもろい。至近距離でキャー。確かにそういう名前にしたら呼ばれ放題。もうメンバーがどんどんいろんなメンバーがどうでしょうかっていうたびに呼びました。出てこない感じ。こんばんは。お疲れ様です。ちょっとだけ連れてしまいました。ちょっとなんですね。確かにこんばんはさんいたらもうほぼよ。ほぼよもう。ありがとうさんも、まあ確かに。でもありがとうさんやったら何々ありがとうだから、あの何ありがとう本当にありがとうみたいな。なんかえ変顔レスとかするんですね。変顔レス。そんなレスしてたの。私はしてない、私はしてないです。今日ほんまに JK に見える。私見える JK にっていう。本当に。今日の MC やば、面白かった。もう JK が2期生 JK が少ないみたいな話になったの。もう面白かったな。もう笑うしかなかったよ。本当にね、イケちゃんとね、シミサラね、本当にね、本当にすごい。何でも言うけん、もう。あの二人、本当に何でも、あ、リンコちゃんも何でも言うけんね。
や本当にホットワークですよ今日の公演の。そう今日公演が2回あったんですよ。そう池ちゃん、そう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 、私楽屋の方が面白いみたいなどういう話って、本当に面白かった、あの2人本当面白い、本当面白いよね。ずっといてほしい、うん、みんなもうみんなずっといてほしいっていうことを話してた、公演終わりもね。あ確かに、でも私もね、あ私も今日のね朝ごはん唐揚げやったんよ。でもいきちゃんは起きて5分後に唐揚げを食べたって言ってて、5分後に唐揚げ食べれるのすごくない？さすがに私も結構何時間後とかだったからさ、いやすごい、5分後、確かにまず起きて5分後に唐揚げがあるとかそれもすごい、確かに。で公演なんか、そう私体力作り聞いたんですよメンバーに、みんなどの体力作りしてるかなって聞いたんですけど、なんかすごいみんなやっぱり個性的なんですよね。だからいけちゃんはそう朝5分後に、朝起きてすぐ5分後に唐揚げを食べて、で今公演2回してるから、それがもうなんかスタミナ作りっていうか、もう体力作りというかそうできましたね。公演の1分前にペペロンチーノ食べたってすごいねいけちゃんちょっと本当に公演をそんな鍛え上げるためにもの意味も込めてされてるっていうか、してるんですいや本当になんか本当に最近っていうか、そう本当に時々この MC でも楽屋っぽい感じになるのがなんか好きいいよね。ほんわかして見えてる。そう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 、そうなんかね、シミサラが本性が出てきたとか言ってたけど、本性っていうか別にもともとやっぱり人見知りで入ったらね、その自分をさらけ出すのに時間かかっちゃうから、そういう点でのねこと、それをなんか本性がなんかだんだんバレてきたみたいなこと言ってて、そうでしかもそうそうそう、なんか1割しかねまだそのさらけ出してないって言ってて、それはびっくりしたけど、まあ最初はねね人見知りが、あじゃあ私あれツイートしますね、今このタイミングなんですけど、ちょっと遅めなんですけども、えい、これはもう私はノリで乗せる、ありがとう。
ひひ。ありがとうございます。あの配信終わった後にでも見てください。一応もうツイートはしてるので。ありがとう。ここ見たらなんか普通のおろしに見えるけど、こうしたらちゃんとねハーフツインなの。ぴょん。今日もあのメイクさん、そうしてくれた子、そうそう、りんちゃんが、さやかいのことりんちゃん、りんりんって呼んでるんですけど、りんりんがね撮ってくれて、そう、ではウインクお願いしますって言われたからウインクしたカメラマン。なんかさやかりんはそのなんかカメラ撮ったりするの好きだし、なんか好きらしい。嬉しいね。イエイイエイ。あ、そう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 。その前にサラピにも、サラピのも撮ってて、サラピにもではウィンクお願いしますって言ったけど、あのセン言った。あ、ありがとうございます。そうそう。で、私があのウィンクするみたいななったら、なんかいつも知っとるやろみたいな言ってて、でも私意外とせんのよみたいな私意外、私あんまり意外と、あの意外とっていうか、あのウィンクせないんですけどね。そうしないんですよ、私ウィンクしてそうに見える、そうしなくて、しないんですよ。そしたらセラピがしてそうな顔しとるのにって言ってしてそうな顔ってだってどんな顔って思うけど、ちょっとでも私も自分もそう、あのそう、あの姉、ね、いやそう思うよねって、もうなんかそんな感じするよね私。確かにしてそうな顔じ。でもそうウインクだから、あの公園とかでも全然しないんですよね。なんか結構ウインクしたらさ、なんかドキッてするのか分かんないけどさ、そんな感じだからさね、よくテレビ番組とかのそのなんかウインクするアイドルとかねいるけども、だからウィンクこんなに上手くないんですよ、でも実際上手くはないんですけど、そうそうそう、あ、レア感も大事なんですか。そうなんですか。だからいつか公演でもなんかウィンクができるようなアイドルになったらなんかすごいなと思うんだけど、すごいなってあ、そうなの。逆の面できないそうウインク1回2回だけしたことある。しかもめっちゃ初期の方で初期の方っていうか、めっちゃもうなんか1年前か2年前ぐらいなんですよね。ですよね。なんかそう、やっぱりカメラ目線でなんかカメラにレスを送るときになんかウィングとかしたらなんかね、やっぱりドキってくるものなんですかね。そうなんです。それからね、どうしたんだろうね私。それからずっと、あ、いつかウィンクしよう、ウィンクしたらできたらいいなって思いながら過ごしてるでもいつもその
か今いいタイミングだったかもって最後にそうそれが終わった後に思う、今のがいいタイミングだったかもみたいな。できたらめっちゃアイドルだよね。アイドルって感じする。確かに自然にできたらね、キュンしますか？テーペロ、テーペロできないんですよ私。あー確かに。うん、そのいつかをね楽しみにしててください。テーペロみたいなやつ難しい。難しいや。イエス。無敵スーパーカブさん、えいちゃん、はんちゃん、ありがとう。あざとい、あざとくなる。それ以外のかわいい仕草をいっぱい持ってるから。私ウインク以外。えさん、体力消耗激しい。あざとい？パネル？パネルありがとう。パネルとかグッズとかありがとうございます。あーね、ウインクできたらいいな。顔が可愛い。ありがとう。いやありがとう。ああ切手も、そう切手もありがとうございます。結構ね高価なんですけど、高価なものなんですけど、ありがとう、嬉しい。あざとかわいい。あそうなんだ、何気ない仕草。服顔、服顔ね。服顔できてないと。いやー何もかも正解が分かんない。見てなかった、残念。残念でした。ハーフツインだよ。プッシュプッシュ。ツンデレ顔。今のプク顔じゃなくてツンデレ顔だった。どんな顔。タカオゴンヤン、めっちゃ可愛い、ありがとう。シンジさん、トッシーさん、スーパーカブさん、エイトウエスタさん、ありがとう。一瞬止まった、かわいいって、ありがとう。服が難しい。もうできんできん、ちょっとなんか違うんだよな。もう なんか違う。
違うんだよな。これ奥顔か副顔か。難しい。僕が僕難しいや。ありがとう。こんなにでもできたってちょっと。そうやってそうやっていじる。片方だけ。てかありがとうございます、ね、伝授してくれて。どんなアイドル私。ファンの方にこんな伝授してもらってありがとう。ほっぺあんま膨らんも、確かにあんまり膨らんも。あんまり膨らまない。てかもうしない。急にちょっと待って、ツンが来た。急な終了の終了タイム。急にちょっと閉じました。結構難しいですね。私にらめっこできない。じゃあ次の公演はプク顔もしてみよう。全然できてなかったらちょっとあれだけど。全然できてなかったらそんな方も、え、今のは何だろうってなるよね。やめとこうかな。今のってあー服顔。もしかしてあーグッズ購入して、あー全然嬉しいですよ。グッズありがとう、嬉しいです。そう、なんかこの今の配信見てくれとる方はね、あ、今のって副業だよねって言って、今のああみたいな、まあ今のあれだよなみたいな、なんかそうやってちょっとあの察しがありますよね。今日さえ機嫌悪いんかな、違う違う違うみたいな、精一杯の副業だったんだよなみたいな。おもろい。こんばんは、ありがとう。今日めっちゃ楽しかったって、おーよかった、嬉しい。一番輝いてた、楽しかった、ありがとう。お小顔になる、テイペロできないのよ。でも結構うん楽
れ見た時の正しいリアクション、服顔のこれもし服顔を見た時の反応、これがいいよ。ウィンクこっちしかできない。しかもこっちも長い時間できない。服顔選手権、誰が一番1位やろ誰やろう。私多分敗者復活みたいな感じの敗者復活戦みたいな場所にいそう。敗者復活戦の場所にいそう。なんかで結局勝たん人、なんかそこの枠でそれか奇跡、何かの奇跡が起きて別の枠でなんか敗者復活する人そんな感じ。さりげなく ST おせしかないって、ありがとうございます。おせしかないやん。あー、沖さん、沖さん確かに服が欲してる、かわいい。あのヘタレたちよの MV でしてたやつですよね、確か。服顔、あれが服顔だ。ウィンク上手なのはひなさん、上手そう。あ、ひなさんも服顔、すごい。あ、パセリも、すごい。私審査員特別賞謎のあれですよね、謎の賞もらえるやつね。謎全然審査員特別賞は全然謎じゃないんですけど、また違う賞みたいな、なんとか特別賞みたいなやつもらえる。どんな大会って感じやけど、でもそういう大会あったら面白いよね。 ST の中でなんかそういう大会あったら面白くない？よくわかんない大会。あざとい選手権、イエーイなる？そうですね、もしあったらとりあえずエントリーはしようかな。とりあえずエントリーは確かにとりあえずしようかな。変顔の写真、変顔の写真、したことない、撮ったことない。クラコンの企画、あー確かにクラコンぐらいがいいかもねそんなクラコンぐらいっていうか、やっぱそうなんかあるもんね、そういう靴下早く脱ぐ選手権みたいなのもあるから、服顔選手権もね、もしかしたらあるかもですね。私多分それ1位じゃないんですけど、だってクラコンすごいですもんね、もう企画がどんどんシュールなんですよ。ちょっと何でもありぞ、何でもありなんで。妹さんはやばい、絶対やばい。多分それプラスアルファでいろいろありますね、多分そういうことしても。どんな話してんだろう今寝顔か、寝顔見たいんですね、ファンの方。私時々メンバーの寝顔見、撮りますよ。でも確かにどこの、メールとかには送ったりはしないかも。ただ撮ってそれで終わりだ。こっそり撮ってる
こっそり撮ってるよ。公開したいですね。でもね、多分探すの大変なんだよな。寝顔のフォルダ作っとかないと、いつかのために。何人か撮ってます。隣にの時とか撮ったりする。メールね、なんかメールに、あのね、そうそうそう、メールやったらいいかなって思っちゃうそのメンバーはね、あのね、恥ずかしいけどねあー、クラコンでしたか一回。なんかアイドルらしからぬ寝言選手権みたいな、あの、そう、ネタフリっていうか、そういうのあったな。あったあった。目開けて寝てるメンバー今のとこ出会ったことはない。でも多分自分がそうかも。結構私目開けて寝てしまうかも、しまっとるかもしれん。だけどそれをもしかしていつの間にか取られたらやばい口はあんまり開かない。そういうの求めてるやだー。さ、乾く乾く、目が乾く、めっちゃ、あ、ありがとうございます。さっき、そう、目が乾いとるってことは目開けとるんかなって思っちゃうんだよな。そう、私目ね、ちょっと茶色いんですよ、目玉。そうなの、ちょっと茶色いんです。よく気づいたね。寝言で可愛いこと言ってそう。私どうかね。何、あやパンが友達を探してたけど、あやパンの友達になってくれますか。ええ、どういうこと友達探してたん。目を開けて寝てる人は周りに気を使われてる、気配りができる人みたいですよ。そうなの。じゃあえあ、そうなんだ。え、私喜んでいいのかどうなのか。え、パンちゃん友達探してるの。てか友達な、なんだろう。メンバーってさ、友達って言ってもいいし、なんかあの、あれだよね、まあ、友達よりもなんか深い関係というか、なんかね、難しいけど、なんかメンバーを友達、なんかちょっと違う、あれよね、枠組みというかさ。でも友達って言えば友達だなぁとは思うけど、なんだろうね、仲間というか家族というか、難しいけど、でも友達になってってやったら友達になるけどうん、友達でもあるなぁとも思うけど、そうそうそう、だけど友達だよっても言えるけどそうですよね。あ、そう、パセリはそう、確かに。そうですね、そう、家族よりも一緒にいますからね。友達そういうことなんか今あるシーンが浮かんだんですけど、
友達。確かに。サーヤンは私のママ。私のママ、え、私トイストーリー、なんだろう、 ET かな。友達、ただそのシーンはわかる。待って、またそう、どういう話今。ちょっとまたなんかよくわかんない話になってきた。キイチロウさん、ハンちゃん、ん、ワンタロウマルさん、ナオナオさん、ありがとう。フォローありがとう。ツイッターとインスタもしてます。そうそう、よくわからん話になってきた。何の話してたっけね。とりあえず嬉しい、今日は楽しく嬉しい日になりましたね。わーい、ありがとう。今日は一応巻き髪なんですけど、なんか取れましたかね。一応巻き髪、ありがとう。昼はねストレートって感じだったんですけど、ちょっと前、あの毛先だけくるんってした感じで、で、そう、夜声の方はね巻きました。そう、今日のメイクさんの何、サイン劇場で初めて見た、見といてしまったって、ありがとう、嬉しい、やった、やった。そう、そう、今日はハーフツインでしたよ。なんだっけ、ゴッドハンドのメイクさん、今日多分、そう、私がいつも話しとる人ゴッドハンド勝手に名前つけとる。そうです、そうです。今日もなんかもう完成した時に、うん、清楚って泣いて清楚って泣いて、高尾は可愛いって言って、可愛いねって言ってくれた。そう、いつも褒めてくれる人。嬉しい、こんな可愛い確かに、あ、そうなんだ、へえ、知ってるとか言ったことない。可愛いって言われて、あ、知ってますとか言ったことない。元気で可愛かった、ありがとう。強いですねでもそういう感じに言えたら、なんかすごい、なんかいいなとは思いますねそういう風に返せるのっていいなって思いますけど、なんだか
ありがとう。キャラ変急に。ああ確かに。ああそうだ、あありがとうございます、フォローも。なんかそうだ、次はそうだ6月12のあれですね、ライブチャートリ公演ですね、昼夜でよろしくです。そう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 、チャートリーめっちゃ可愛いポーズ、めっちゃ可愛いポーズってどんなポーズなんだろうね、めっちゃ迷うわ。めっちゃ可愛いポーズってどんなポーズなんだろう。なんだろうな。ああ待ってます。でもそうチャートリーではね、なんかね可愛さ、可愛い感じにしようとはね意識をねそう変えてるんですよ。今日僕の太陽公演はやっぱりなんかこう元気っていうか、そうこんな感じだったけど、チャートリーの方なんか可愛いって感じを意識してる。そうなんです。でもそうだね、かっこいい時もあるもんね。おありがとう。でもそのでもその自分らしさは忘れずにやってみます。ああそうですよね、今日配信とか見れんかった方ね、なんかあれよね、あのあんまり話がわからんかったと思うけど見てみてくださいな。ありがとう。明日までが再販、ああお話会ありがとう、よろしくです。そう今日と一緒ですもんね、エディオンさんの方ですもんね、12日のチャートにも。明日サイン会、そうサインまだ書いてないんですよ、こんなこと初めて。どうしようか、どうしようか。もうねあらゆる、そうもう今日もね公演だったんですけど持っていったんですよ、あわよくばというか、あのなんか少しの時間があれば書こうと思って持っていったんですけど、結局また1枚もね書けなかったですね。めっちゃカサカサ言ってますけど、そう今書こうかな、今書いてもよき、何枚ある、これ何枚あるって言っていいかな、多分600枚ぐらいあったような気がする。なんかね前回がねなんかえなんだろう、前回ねもあったんですけど、あのね亡くなっちゃったって
なんか延期になるかなんか中止になるか分かんないけど、そっちはねもう全部書いたんですよそしたらまさかのね、そうこっちでしたよ。そうなの、そっちは出来上がってるんですけど、そう別で、そうなんですよ。でも5月の分のね、写真もねすごい好きだったんですけど、でも今回もね、今回ってか明日の分もねまたなんかいい感じですよ。今回生写真ねめっちゃね良いと思う。まあダイヤのもののあの生写真サイン会のやつめっちゃみんな可愛いと思う。え、あそう、あ生写真はテニスウェアの方、あじゃあ6月の生写真の方ね、それも良いですか、テニスの方ですよね。そうそうそう、これはね私が言ってものはねオンラインサイン会の明日のやつ、いいなと、明日見せますね。またこのショールーム配信であるので、そう前回クマだった、今回は何でしょうね。へへへへへ、あテニス良い、えテニス人気、6月の生写真テニスなんですよ、人気。イエス、なんでしょうね、サヤのテントテニスしたいと私と多分ね、私空振りしかしないから、あの先に進まないけどいいラリーできないけどいいうん、楽しくないかもよ一緒に空振りしたいとか、お互いお互い空振り、すごいね、それもすごいねダブルス組みましょう、めっちゃ嬉しい、言われたことないもん私ダブルス組みましょうって私と組んだら絶対負けるから、あ上手そうな雰囲気ある、あ本当私ある上手そうな雰囲気、そう絶対私とはペアを組みたくないと思うけど、へえ嬉しいな、そう確かにゲームならいけるんですよね、ゲームの方のならいけるんですけど、急にサインかけ出した後方は任せてガチ勢やん、そうそう、えありがとう嬉しい、さやかりんとダブルス組んでほしい、絶対やばいなんか言ってもなんかあの何シュールなんかなんか多分どっちも空振りっていうか、なんだろう、目の前で見送りそう、ボールを目の前で見送って後ろのフェンスでカシャンって言ってわーみたいな言いそうボール速いねみたいな言いそう、なんかボール速いけどどうするみたいなね、それから考えるボール速いけどどうするみたいなとりあえずラケット握ってみようみたいな
ちゃんと組んだらパンちゃんは絶対キャーとか言ってヤーみたいな、イヤーみたいに言ってそんな感じ。セリフどうしよう。勝てる相手、2期生で勝てる相手、誰だろう、誰やったら勝てるかな。テニス企画ありだなって今まさかのあり、嘘。ももちゃん絶対強いよ。結構スポーツね万能だからね、ももちゃん。確かにやっぱパンちゃんに勝てるかもしれないパンちゃん勝てるかもですね。あと誰やろな。強い人、あ、でも結構2期生苦手な人多そうだな、なんか意外と。リンコちゃん、確かに愛こじ、確かに途中で体力がみたいになりそう。意外になんかでもね、そういう球技系スポーツは苦手とか得意とかあるもんね。他は得意だけど苦手だけどみたいな。リコチ強そうだな、なんか意外と。確かに声でリコちゃん声でなんかそう、パワープレイっていうか何ピュッなんかパワープレイっていうか、そう、なんかそんな感じになりそうですよね。めっちゃ走る、めっちゃ走るし、めっちゃ声出すしそうそうそう、それに伴ってなんか強いみたいな。なんか面白いね、そういうの考えるのどうしようかな、この写真に書くセリフ。イエイとかにしようかなイエイ、イエイにしよう。いや別にイエイで言ってそうじゃないなんやろう、こんにちはって感じこれはヒントですよこんにちはって言ってそう、どうもとか、こんにちはとかでもいいのかな。イエイ、ごきげんよう、あ、ごきげんようにしよっかな。ごきげんようって感じがするもん。私だけね、ちょっと怖い、ちょっと待って急に、私だけねみたいな。そんな写真届いたら怖いでしょ、家に
どうしよう。ごきげんようにしようかな。そう、予告なしで急に来て、多分忘れた頃にね来ると思うので、そうそうそう、すごいね、あのね、私のことを応援してくれとる人が嬉しいと思うけど、すごいね、最近とかライトな方はね、なんかびっくりする。急に高尾彩花からなんかすごい写真が来た。なんかすごいの来たけどみたいな。でも嬉しいのかな、そういうのって。そう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 、びっくりして逆にハマるかな。逆に、楽しみ。TikTok、 TikTok、 TikTok 見ましたか？誰が歌っているでしょうのやつ。私が謎に謎の格好をしてるんですけど、ちょっと引用をリツイートしますね。謎な格好をしての高尾です、見てねん。ハッシュタグ高尾さやか。この投稿にもハッシュタグ高尾さやかつける。 ST48 ハッシュタグ高尾さやか。ファンの方はすぐ分かるよね。そう、なんか誰が歌っているでしょうって、ね、結構何人かメンバーはいるんですけど、一人だけ歌ってるんですよ。でも誰が歌ってるか結構分かんない。でもファンの方は多分分かる方は多分すぐ分かるんですけど、これが結構なんか、なんだろう、反響が結構良いみたいなんですかね。はい、見てねん。いや、わかるよね、すぐわかる方は多分わかるんですけど。お、もしかしてバズるか。
体誰？やったねー。面白い。めっちゃもうダルメシアの格好をしてた日だったから、すごい格好で TikTok 撮ってるんだけど、こんばんは。お話し会の時にね、一緒にね撮影、TikTok の発言したのでね、びっくりですよね。こんな急だけ、本当になんかお話し会とかね、見て、知らん方が見たら、この格好の人何なんだろうって思うよね。ちゃんとハッシュタグお話し会つけないと。ハッシュタグいいですか、逆に良いですかね、目立ちます。どうしよう、コメントに、まだコメント見てないけどさ、コメントにさ、なんか前の人草みたいになったらどうしよう、前の人なんか牛みたいな、ダラメシアなんですけど、このコスプレは。ダルメシアなんですけど、牛違うし、牛違うし、でも私はそう、まだ私草って行ったことないの。他の人が行ってるの草はあるけど、まだ私自発的に草って行ったことない。謎にまだ行ったことない。でも結構みんな草って言いますよね。そう。そうなんですよ、このそう、いや、なんか誰かのマナとかねはあるんですけど、そうそうそう、他の人が言ってる風、草とか、でも草って言われたら嬉しいけどね。言われたら嬉しいけど、あと www とかも、いや臭いは嫌よ、臭は嬉しいけど臭いは嫌よ。www www 嬉しい。でも自分は使ってないまだ。でも www は嬉しい。自分は使ってないけど。なあ、面白い。やっぱ草がいっぱいあると面白いですね。ありがとう、そんなに面白いと。これ今来た人さ、でもね、私どんな配信、どんな面白い配信しとるんって思われそう。この子なんでこんなに
こんなに面白い子なんだって思われそう。やばいやばいやばいね、そんなに面白いんだってなりそう。面白くないのに、いや面白くない。あでも、あそうなんだ、苦手って思う方もおるんやね。そうなんよ、ありがとうハードル上げないでそういう面でもつハードルを上げるのあのにも使えるのね、その WWW って。もう結局私2枚しか書いてないもん結局2枚しか書いてない。どうしようどうしよう どうしようかな いろんな意味で面白い。ほんとわらわらわら、どうにかなるさ。やばいよ。まあいいや、今日はもうあれ、夜更かし、高尾さやかの夜更かしだ。明日1時間目からだったかな、1時間目から、いつかなんだっけ、最後の時間だっけな。増えましたっけ、私もなんかサインのサイン会の時間なんか増えた、増えたのか、もともとだっけ、増えたような、増えてないか、増えた、増えたか。ありがとうございます。わあわあわあ、もうこんな時間なんですけど、こんな時間なんですけども、明日もよろしくです。今日はありがとうございました。わあ、なんか今日暑い、今日の夜皆様ね、目覚めが良いことを願います。暑いですね。なんか私もすごい熱気感じてる、ずっと笑ってるからっていう理由もあるけど、明日天気崩れるんだ。うん、なんかムシってしてる今日、なんだかムシしてる。さあ、の熱は冷めない、ありがとうライブ会場、あーありがとう、よかった梅雨来たかな、確かに梅雨来たかな、なんかこういうムシムシ系は。くわ、え、男女変わったかな、なんか今今日の1位はいわちゃん、ありがとう。なんかめっちゃ噛んだわ、いわちゃん
がとう。2位は釣り犬さん、3位は沼津さん、3、4位は南波の久人さん、5位はみーくん、6位はキングキャメロンさん、7位は立花隼人さん、8位はえいちゃん、9位はまいせんさん、10位はもっちーちゃん、11位は F 渋谷さん、12位はスーパーカブさん、13位は高尾ゴンヤン。ありがとう。しのさん、きちねさん、こうじさん、せいやんさん、じゅんきさん、りんさん、なおなおさん、がっきーさん、じんたさん、ろっくんさん、かんとくーさん、えびすさん、はんちゃん、とけんちゃん、たてさま、さとるんさん、けりーさん、大西くん、キャスパー、だいくん、なりさん、しんじさん、ありがとう。しんたさん、けんちゃん、さとやん、こうじさん、りんさん、ありがとう。よろしくです。明日も、あ、こんばんは。そう、明日はもうサイン会で配信して、その後はもうあのしませんね、配信。そこよろしくです。ありがとうございました。ゆっくりと寝てください。うん、そう、5分前です。寝ます、寝ます、寝ます、寝ます。はい、皆さんもあのお眠りください。なんか本当ありがとうございますね。今日めっちゃ目が腫れてたんですよ。でも治った、今目が治ってる。めっちゃ朝やばかった、腫れてた。明日、早起きの方も頑張ってください。公園は良かったですか？でも目がそう、腫れとった分あのもうめっちゃ開いてた。今日の僕隊はすごく心がこもったステージ最高でしたって。おー、ありがとうございます。感想言ってくれてありがとう。そう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 、わ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。今日いっぱいあれやね、あの僕隊の公演見てくれた方来てくれる、嬉しいね。確かに久しぶりの土曜日っていうかだったしね、二公演だったしね。初見です、ありがとう。伝わってる、伝わってるんですね。嬉しいですね、嬉しいです。素直な気持ち。ルキ公演、そうですよね、もう何回かでもうね終わっちゃうんですけどね。もう千秋楽も決まってますしね。でもあと新公演もありますから、そちらも体力、確かに2公演したけど、チャートリナーの公演の時よか、そういい感じのアドレナリンだった。
最高でした。よかった。なんかエディオンさんね、なんかねすごい涼しいってのもあるかも。結構涼しいんですよ。会場寒かったんじゃないかなと思うけど涼しかった。あ、そうなんですよ。会社多分寒かったかなと思う。ですよね。げん、ちゃんとりの公演とか12日の時は羽織なんか結構いるかも。そう、結構寒いと思う。あ、ありがとう。寒かったでしょ。メンバーからしたらね、もうね結構そう、パワーって感じだったんですけど、涼しいからさあ、でも熱気で熱くなったかな。わ、今日もありがとうございますパワーパワーじゃあおやすみなさい。ありがとうございました。あ、ありがとうございます。おやすみなさい。わー、おやすみなさい。